い音が鳴ってきました。あ、これがササギオですね。こんにちは、テイクアウトでおうちレストラン始まるよ。人気ナンバー2、ササギョ、ササミとシソの餃子。野毛商事にある焼きそばセンターマルキ野毛本店さん。この赤い看板が目印の焼きそばセンターマルキ野毛本店さん。何度見てもこの佇まい、すごく気になりますね。そしてこの焼きそばセンターマルキ野毛本店さんのメインとなる看板商品、焼きそば。この焼きそばスペシャルに並ぶもう一つの名物というものがこの焼きそばセンターマルキ野毛本店さんにはありました。それがササギョ、ささみとしその餃子ということで、横浜餃子百選にも選ばれたうまい餃子です。ササギョと初めて出会ったのは、近くにある野毛一番街横丁にある焼きそばセンターマルキさんの姉妹店である離れ店さん。この離れ店さんで先日食事をした時に初めてササギョと出会い、このササギョをいただいた時にその美味しさに感動しました。最初は分からずいただいたささみとしその餃子、食べた瞬間味わったこのしそとささみの絶妙な味わいに感動しました。何もつけなくても美味しい、そしておろしポン酢をつけるとさらに美味しい、そんな美味しさのささギョ。このささギョ、ささみとしその餃子を今回はメインで特集させていただきました。テイクアウトでもこのささギョが人気ということで販売をしておりました。今回はテイクアウトバージョンでこのささみとしその餃子、ささギョを作っていただく場面から取材をさせていただきました。それではささギョ作りをお楽しみください。これごま油ですね。あー、なるほど、ごま油で焼くっていうのがまた、うん、あ、なるほどなるほど。これも会社の中でセントラルキッチンで。あ、そうです。そうですか。先日いただいてその美味しさにやっぱり感動しましたね。はい、アルミホイルでですね、
ムクムクですね。いい音が鳴ってきました。わあ、これが作業ですね。あ、香りがすごいですね。あ、細かいあれですね。すごいですね。旨味と風味がしっかりある。あ、ささぎょ、ささみとしその餃子、ここからさらに仕上げに向けた細かい取り組みがありました。はい、あ、大根おろしを。そうです。なるほど。素晴らしいですね。あ、すごいですね。この細かさが本当すごいですね。ポン酢も。なるほど。あ、すごいですね。こんなの初めて見ました。おろしポン酢は、あ、おろしポン酢まで手作りで仕上げたこのささぎょ、本当に細かいところまで丁寧にこだわって仕上げているのが素晴らしいと感じました。さらにこの仕上げを箱で行っていきました。無地だからこそお客様にオリジナルのこのささげを届けることができる、そんな思いが伝わってくるこの手書きの最後のメッセージ、この一つ一つの取り組みが本当に美味しいささげを届けたい思いが伝わり素敵でした。こちらが完成したささげをささみとしその餃子、お持ち帰りバージョンです。それでは、ささぎをどうやって食べるの？ささぎをささみとしその餃子、焼きそばセンターマルキ野毛本店さんで2番目に人気の高いこのおつまみ餃子、ささぎを調理の細かいこだわりを見せていただくことで、なぜ人気であるのか、その理由が美味しさそのものとともに伝わってきたというのが感想です。この後試食をさせていただいて、さらにそのささぎょの魅力をお届けしていきたいと思います。続いて、今度はささぎょと書かれた、ささみの、しそ餃子ですね。さ
ささみと大葉が入った餃子です。名前がいいですよね。ささぎょ、これ初めて見た時、ささぎょって何ですかって新沢社長に確認した記憶があります。それぐらいこの名前がすごくいいなっていうのを感じました。さあこちらもいただきます。フライパンで調理をされたこの餃子ですね。でこの餃子がすごいのは、持ち帰りで僕初めて見たんですが、ここまで丁寧にですね、おろしポン酢をもう別途作ってですね、このパックに入れて用意されるというところが素晴らしいなというのを感じました。ちょっと早速ですね、こちらをいただきたいと思いますが、まず、これ実はですね、ポイントはですね、何もつけないで食べるということが実はまず第一歩なんですね。でこれ何もつけないで食べてもすごい美味しかったんですよ。なのでちょっと今回こちらまず何もつけずにですね、ということでいただいちゃいます。もうささみと大葉の絶妙なこの味わい、これがすごいなって感じます。これなかなか食べれないですね。やっぱりですね、何もつけなくても美味しい。でこれ食べるとですね、めっちゃお酒が飲みたくなるっていう絶妙な味わいしてまして、家でこれ食べれるってすごいありがたいなっていうのを感じます。で続いてですね、これもいただいちゃいたい。ちょっとだけ手でからよいしょ。まずはこれをお皿にちょっと入れちゃいましょう。よいしょ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 。中のポン酢がほぼで出ました。ちょっと具材があれですが、よいしょ。はい、でこれをちょっと準備してですね、今度はこのままこちらをつけていただいちゃいます。よいしょ。ではこちらを今度はつけていただきます。これもまた実は美味しいんですね。この味変がまた楽しめるのがたまりません。しかもこれただ単に大根おろしとポン酢だけじゃなくて、そこに青ネギとごまも入ってるんですよね。このちょっとしたこの心配りの美味しさですね、これがやっぱりこう忘れられない味に変わるというふうに僕感じてます。うん、もともとさっぱりしてる餃子、これがこのおろしポン酢をつけることでさらにこれさっぱりした味わいで楽しめるんですよね。でポン酢が強すぎず弱すぎずちょうどいい。うん、味わいになってるな、うん、これやっぱり2度目食べましたけど本当にこれも美味しいですね。もう名前がやっぱりまず記憶に残るのと、一度食べると必ずまた食べたくなるというところのこのささみと餃子と大葉、この絶妙な組み合わせっていうのがすごいなというのを感じました。はい、ごちそうさまです。マルキのおむそば。はい、では続いて、マルキのおむそばいただきたいと思います。こちらも、この箱の上にメッセージが書かれているので、非常にこれが書かれているだけでこの価値が上がるということを改めてやっぱり感じました。
で、これもちょっと開けていきます。じゃじゃーん、ということで、はい、おむそばこんな感じでございます。ということで、すごいですね。はい、すごいですね。はい、ということで、おむそば早速ですが、これをですね、実は開けてみるとどんな感じになっているのかということで、ちょっと上にちょうど豚バラ肉が乗ってました。はい、この豚バラをちょっとどけて、中がどうなっているのかということをちょっと見させていただきます。お、よいしょ。はい、ということで、ちょっと見づらいですが、こんな感じで焼きそばが出てきました。はい、たっぷりですね。ではこちらをいただきたいと思います。で、こちらでいただいちゃいます。よいしょ。ちょっと待って、豚バラ肉か、いただいちゃいましょう。そして、その下におむそばが、これもたっぷりですね。よいしょ。これで半分ということで、よいしょ、なかなかうまく取れませんでした。ということで、半分ちょっとまずは今日はいただきたいと思います。このおむそば、またこの卵が加わることで、やっぱりこう全然この焼きそばの価値が変わってきますよね。もうおむそば大好きで、家でもたまに作るんですが、もうこの卵と焼きそばのこの相性抜群ですよね。はい、このおむそばの場合はよりこの麺がやっぱりこれ強調できますね。ということで、いただきます。うん、もっちりしたやっぱり麺とソースで、ここにこの卵の柔らかい味わいと食感が加わることで、さらにやっぱりこの美味しさが高まると。で、ここにはあのまたおたふくのソースと、あとマヨネーズですね、この旨味が合わさってるので、よりやっぱりこう柔らかい味わいになって楽しめるっていうのが、この焼きそばのおむそばの魅力をさらに高めてるなというのを感じました。うん、ほんとこのもちもち食感がすごいですね。そして豚バラ肉ですね、こちらも塩だれをかけてちょっと炒めてると。うん、これ見ていただくと分かるように、マヨネーズとこのソース、青のりがかかってるんで、豚バラ肉がより美味しく感じれますね。これもうマヨラーとかにとってはたまらないですね。ペロリと食べれちゃうぐらいに、美味しさと実は見た目以上にあっさりいただけるっていうところが、またこの魅力だなというのを感じる一品でした。ごちそうさまです。
新沢社長との対談。はい、新沢社長、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。もう焼きそば食べるたびに、はい、その美味しさに、はい、本当感動をいただいて。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はですね、ぜひ新沢社長に、はい、このマルキさんの誕生秘話と、はい、このマルキさんの焼きそば誕生秘話、はい、これをぜひちょっと聞かせていただきたいなと思いました。はい、そうですね、もともと自分が中華料理の、はい、ホテルでコックをやってまして、はい、まあ、中華の焼きそばっていうものをよく作っていたんですけれども、はい、まあ、それを、まあ、日本の、焼きそばに落とし込むというか、はい、開発する、まあ、昔から屋台といえばソース焼きそば、ソースの匂いが漂っていて、お祭りごとでみんな慣れ親しんだ味っていうのはソース焼きそばで、はい、まあ、ソース焼きそばで本当に記憶に残るものを、まあ、作りたいなというところで、はい、なぜ焼きそばかというと、つまみにも主食にもなる唯一の炭水化物かなというところがありまして、日本そば屋さんですとそばの食べる前に鴨を食べて一杯飲んだり、はい、するじゃないですか、はい、その具で一杯飲みながら、うん、はい、主食で麺も食えるとか締めに食えるとか、はい、っていうのはちょっと焼きそばはすごい向いてるなというところで、はい、焼きそば専門店を作りたいなっていうところと、はい、このソース焼きそばの開発をしたところですね。はい、はい、この焼きそばの開発にあたっては、はい、大体どれぐらいこの例えば試行錯誤して生まれた感じですか。はい、実際にまあ焼きそばをもちろん、作ったことはもちろんあったので、ゼロベースからではなくて、はい、まあ、よくある焼きそばからちょっと記憶に残る特徴的な焼きそばにするのには1年近く、その麺をどの太さがいいのかとか、はい、ソースはどういう配合がいいのかとか、はい、子供受けを、もう子供を食べれるようなものがいいのかとか、そういった研究は1年ぐらい続きましたかね。そうですか、はい、すごいですね。その中で、はい、カイカロウさんの麺にたどり着いた、はい、そうですね、カイカロウさんと出会いがありまして、はい、それで、まあ、カイカロウさんに、まあ、何個かパターン作っていただいたり、こっちからこんな感じがいいって言ったりするのが繰り返されて、はい、今の麺にたどり着いた形ですね。そうですか、はい、いや、すごいですね。この1年かけてっていうのはまたすごいですね、はい、これと、はい、このもう一つ、はい、やっぱりマルキさんだから楽しめる、はい、このアレンジ焼きそば、はい、この考え方もすごいなというのを感じたんですけど、はい、これもやっぱ立ち食いそば屋さんとかに自分も行くのが好きで、はい、タヌキにわかめも欲しいんだけどなとか、結構自分で選べるというか追加トッピングみたいな楽しいじゃないですか、はい、なんかこれはまあ麺類、ラーメン屋さん行ってもなんか味玉をつけたいなとか辛味ネギをとかちょっと自分は考えてしまうのが好きで、焼きそばでもそれ上がっていいんじゃないかなっていうところですかね。そうですか、はい、なるほどですね。なんかこう日常の新沢社長の、はい、好み、はい、そこから生まれたっていう感じですね。そうですね、まあ散々飲んだり食べたりしていつもなんかアンテナを勝手に張っちゃってるのかもしれないですけど、そこからですね、はい、なるほどですね。いや、ありがとうございます。はい、はい、あともう一つです、はい、もう一つのこのマルキさんの名物、はい、ササギョ、ササギョ、ありがとうございます。これの誕生秘話を、はい、はいはい、これももともと、まあ、中華料理のコックで、はい、まあ、点心を作っていたので、で、まあ、餃子もよく作ってました。はい、最初に3種類ですね、創業当初17年ぐらい前に、はい、豚餃子っていうのと、はい、鶏塩餃子っていうのと、はい、ささみとしその餃子って3種類あったんですね。はい、で、まあ、どれも平均的に人気なメニューで、はい、出ていたんですけども、はい、だんだん、まあ、製造が追っつかなくなってきてというか、はい、3種類を常にこう準備する、偏って出たらいいんですけど、うん、なんかこう3種類毎日仕込んでてどれが何餃子か分かんなくなってきて中身が見えないじゃないですか、はい、でだんだん1個で絞ろうってことになって、はい、で、まあ、一番売れ筋のというか、その時に、まあ、横浜餃子100選というのに選ばれまして、はい、ささみとしその餃子が残ったんですけども、はい、それはなんでささみとしその餃子っていうのを最初に作ったかっていうと、はい、やっぱりこう中華じゃなくて和風の餃子として、うん、
まあ、あのちょっとヘルシーで、はい、女性がちょっと罪悪感なく食べれて、はい、一口で食べきれるぐらいのギリギリの大きさでみたいなことをいろいろ考えて開発したものですね、はい、なるほどですね、はいはい、これも開発までというのはどれぐらいかかったんですか、はい、これはもともと自分がまだ起業する前に、はい、働いていた、はい、地元上岡の、居酒屋で、はい、毎日日替わりメニューを何かしらいっぱい作んなきゃいけなくて、はい、本日の春巻きっていうメニューがあったりして、自分多分何百種類春巻き作ったか分かんないぐらい作ってるんですけど、すごいですね、はい、そういうようなメニューの中で自分がささみとしその餃子っていうものを、まあ、お客様にはちょっと失礼ですけど、はい、ちょっと実験していったというか、ささみとしその餃子っていうものはもう頭の中にあタイトルはあって、はい、まあ、ささみを入れます、しそを入れます、包みます、なんか物足りません、お客様すいませんみたいなのが何回かありながら、はい、ちょっとパサパサ感をなくすにはこれを入れた方がいいんじゃないかとかっていうのを試行錯誤を自分が起業する前にちょっと散々やらさせていただいてもうレシピはできてる状態で起業したっていう状態ですね。そうですか、はいはい、なるほど。じゃあこれ創業からのこの味なんですね。はい、なるほどですね、はい、ちなみに捧げは大体こう、まあ、月間どれぐらい出るんですか。どれぐらいなんだ、ちょっと数は今正確な数字は分かんないですけど、まあ、トータル弊社の店舗をほとんどの店舗で扱ってるので結構まあ出る感じです。1個に絞ったことで、はい、それまでは3種類あったんでバラバラだったんですけど、うん、もうそれが、まあ、1個に絞ったことで出るようになりましたね。結構はいですね、はい、いやでもありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、全国の飲食業の皆様へまだまだ大変な時期は続きますけども、とにかく不幸を感じない鈍感力みたいなものを持って幸せなことばっか考えて登っていきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、新田社長ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、焼きそばセンターマルキさんを経営しているオムニバス社の新田社長の対談もぜひご覧ください。焼きそばセンターマルキさん、鈴木店長、新澤社長、ありがとうございました。新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラモ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラモ虎の会では、1、塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフはその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、 YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売上を上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。